森秀寺森秀寺から1926年9月9日は、日本の部落解放運動家、政治家、会社役員。属籍は、大阪府平民、十五位、君四党、泉国南王子村出身、西岡総一郎の次男、豊島郡小江村の森家に養子として迎えられた、大阪府会議員、同議長等を務めた、阪神土地取締役、 大阪庁放射常務取締役を務めた。1903年、第8回衆議院議員総選挙に立候補、初当選、県政会に属した。以来4期務めた。1926年9月9日死亡した。大阪毎日は、久しく腎臓炎と中部で自邸で療養中であったが9日午前2時、逝去したと報じている。また、同志は秀治を、 水平運動の功労者としている。秀次によれば、村会議員時代、他の議員らは、秀次に会議の時などは火鉢をも当たらせなかつた様な次第で、あったという。秀次は、ブラック差別について、社会には未だわからずやが、たくさんいるが、しかし他のものを責めることばかりするよりも大いにうちに、帰り見ねばならぬこともあらうと思う。 何事もわからずして、我々を排斥するものは身に憐れむべきものだが、私は今少し稲大に、我が社会の教育を進めねばならぬと思う。教育が進めば、常識も豊富になりまた恥も知るようになる。しかし一寸ご注意したいことは、私の教育と申すのは、学校で字を習うことではない。学者について、学理を研究するのではない。私の申します教育は、 社会教育と申して良いかあるいは自然の教育と申してよろしいかいずれにしても私は社会の大学で学ぶことを意味するのですなわち各種の人と勝って見聞を広くするというのです。と述べている。秀次はブラックを排斥する者がいることに憤慨している。また差別する者を世間知らずの憐れむべき者と批判している。住所は 大阪府豊野郡西川村、大阪市南区天皇寺霊人長。ありがとうございます。